今現在ですね、秋田駅前の、西口におります。なんかね、あれ、なんか神戸タワーみたいな、なんかタワーがあって、あれなんでしょうね、ちょっと知ってる人教えてほしいですね。これまあ日曜日の夜っていうのもまああるけど、それにしても人が少ないなという印象です。はい、村上駅ですね、今から坂田駅に乗ります。今村上駅、の2番線になるんですが、これが私が乗る、坂田行きの、列車になります。ここからディーゼルカー、になるんですが、まあ、ずっと電車ばっかりだったんでね、まあなんかやっとあれかなっていう、坂田村上って書いてると思いますけど、やっとなんか、旅らしい旅が、できるのかなっていう、まあ、そんな、気がしています。でですね、この村上から先がですね、まあ、海沿いのところを走りますので、ちょっと海沿いのボックス席を取ろうかなと思っています。まあ、ドア開いてますね。このドアね、手動になっております。じゃあ入ります。2本目の列車、乗り終わりまして、もう夕方なんですが、今坂田です。これから秋田行きに、乗ります。こちらがですね、秋田行きの、列車ですね。これ多分ね、俺の記憶に間違いがなければ、さっきみたいに向かい合わせのシートがないはず。ロングシートって長いシートだと思うんで、まあ、秋田まで1時間半ぐらいなんですがね、ちょっとそんな感じで長いシートに座って、行くような感じになると思います。秋田に、到着いたしました。今から、ね、約1時間、10時間が、あります。お腹空いてるんで楽しみです。以上、あと1本ね、青森行ったら、今日終わりなんで頑張ります。
はい、ごちそうさまでした。美味しかったね、やっぱね、比内地鶏はね、やっぱ日本一の鶏やと思う。もう甘いからね、あの何も味付けせんでええわ、そんな味やった。はい、ということでね、頑張りましょう。今ね、コンコースに来ました。19時20分発、この青森行き、これが最終になります。これになります。まだね、ちょっと出発まで20分あるんですが、ね、もう列車に乗って荷物だけ置きたいかなと思っております。青森行きの、快速です。ね、結構ね、飛ばしますこの列車なんで、結構早いです。まあ、夏以来、半年ぶりなんですが乗りたいと思っております。以上。お疲れ様です。ちょっと到着前も寝てましたけど、青森着きました。本日の、スケジュールが、これで終了になります。お疲れ様でした。